本日のニュースです。クリスマスにプレゼントを配達するサンタクロースの相棒がトナカイから鹿に変更されることが決定しました。昨日フィンランドのヘルシンキで行われたサンタクロースのバディ選挙において、世界各国のサンタたちが一堂に会し、さまざまな重要な決定を行いました。その中でソリを引く動物の選定が議論となり、変更が決定。2024年度より伝統的なトナカイに代わり、奈良の鹿がサンタクロースの新たな相棒となります。変更の理由について、各国のサンタクロースは鹿に触りたい、ずっと鹿にソリを引いてほしかったといった声が多く寄せられ、鹿への期待が非常に高まっていることを明かしました。一方、トナカイ側の代表も、鹿にならこの役割を任せられると語り、両者の間には厚い信頼関係があることがうかがえます。次回もお楽しみに。